3000年前、聖戦を終結させるために魔術師ゴーセルがかけた禁呪。それはある一人の男の記憶と、その男を知る全ての者の認識を改変する術であった。そして3000年の時を経て、ついに禁呪は解かれ、その全ての認識が決壊し始める。魔術師ゴーセルが記憶を改変したある男とは。なぜ魔人族のエスタロッサに女神族の翼が。魔人族のエスタロッサなど花から存在しない。ゴーセル、あれが彼の本来の姿。私四大天使マイルだ。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。聖戦再び、ブリタニア存亡をかけた決戦の行方は神々すら予見できぬものであった。だが彼らは戦い続ける。邪悪の支配を打ち破り、愛する者たちの未来を守るために。故に彼らは選ばれし英雄、七つの大罪と呼ばれるのだ。私は悪夢を見ていたのか。あら、まるでリュドシエルみたい。髪型だけ真似たって腰抜けが治るわけじゃあるまいし、あと癖っ気だし。いじめないの？いじめてない。私はとっても似合うと思うわ。さすがは私の弟だ。私もいつか兄さんのようになれますか。私が保証する。お前はこの兄をも超える男となろう。兄さんは教えてくれた。魔人族を殺すことは罪ではない。不浄の檻に囚われた魂を救う正義に他ならないと。そうだから私は魔人族を数えきれぬほど殺した。そしていつしか最強の四大天使、死の天使と魔人族に恐れられる存在となったんだ。兄さんにとって私は誇りであり、私にはそれが嬉しかった。なのにエリザベス、君は私には目もくれようとせず、不浄の魔人族メリオダスを選んだ。私がどれほど胸をえぐられる思いだったか。
なんだこれは。私はエスタ・ロッサ。何を言っている。私は無様な姿だ。とうとう最強の四大天使マエルを撃った。この勝利を偉大なる我が父魔人王に捧げる。この紙は何だ。撃ってほしいな。これで同じだ、メリオダス兄さんと。よくやったエスタロス。愚足とばかり思っていたが、褒美にこれを与えよう。父上、それはまさか兄さんが残していった慈愛の開言。悪夢だ。現実なんかじゃない。悪夢じゃない。この手に残ってる幾千もの同胞を殺めた感触が向こうの民を焼き尽くした感触が。誰だった、誰がこんな真似を。俺だ。全ての責任は俺にある。だから俺を壊せ。魔人族実戒ゴーセル、お前が。ゴーセル、自分が何を言っているのか分かっているのか。これでいいんだ。お前は尊敬する兄を敵と憎ませ、不浄の魔人を兄と慕わせた。私から恩寵も正義も奪った。許されざる罪です。ゴーセル、実戒ゴーセル、死をもって償う前にお前は私の問いに答えなければなりません。なぜこんな真似を、なぜ私でなくてはならなかったのです。3000年前の聖戦の発端は魔人族と女神族の力の均衡の崩壊。原因はメリオダスが魔人族を裏切り女神族についたことだった。そこでメリオダスに匹敵する力を持つ戦士を魔人族側に引き込み、崩れた均衡を正したんだ。お前だよマエル。女神族はマエルを失い、魔人族はエスタロッサを得ることで均衡は保たれた。でも一度始まった聖戦は止まらず、結果女神族は常闇の棺の発動に踏み切らざるを得なくなった。そして聖戦は終結した。聖戦の終結、その大義名分のためにこれほどの苦痛と屈辱を私に与えたと。ならばお前にもせめて私の受けた苦痛と屈辱を与えな。その体は。俺は魔術師ゴーセルに作られた人形だよ。ふざけるな。痛みも苦しみも知らぬ人形にどう復讐しろと、この私をどれだけ侮辱するつもりですか。
ためだ。キング、お前を巻き込みたくない。七つの大罪、七つの掟、その四。仲間の危機は団員一丸全力で助けるだろ。ゴーセルの仲間ですか。ちょうどいい。体に痛みを感じぬのなら心に痛みを与えてやるまでです。お前に仮初めでも心が存在することを強く願いますよ。やめろ。インクリース。救済の矢。キング、救済の矢は魔人族には苦しみを一切与えず死へ導く救いの力。しかしそれ以外のものが受ければ耐え難い苦痛をもたらします。かわいそうに。それなら俺を壊せ。キングには何の罪もない。うん、その反応ですよ。そうでなくては復讐のしがいがありません。シーン、霊槽シャスティファル、第一形態シャスティファル。裁きの槍。お前が抵抗すればするほどゴーセルを長く苦しめられる。その調子です、妖精。オイラは妖精王だ。なめるな。あの子、マイルになんて真似を。タルミエル、僕らも行こう。え、マイルに加勢しなきゃ。そうじゃない、七つの大罪の加勢だ。正気？マイルをエスタロスさんに仕立てた張本人はゴーセルでしょう。何より、マイルは私たちの大事な仲間なのよ。ああ、そうさ。太陽の恩寵こそ失ってはいるけど、四大天使であることに目覚めた今、海軍の力をほぼ完全に制御し使いこなしている。最強の四大天使だからこそできる系統だよ。でも結局僕ら女神族とは相反する闇の力だ。力を行使するため彼の心は闇に蝕まれていく。じゃあどうするの。私は仲間としてマイルとは戦えません。救うんだ、仲間として。エリザベスだ。エリザベス、しっかりしろ。テリ、エリ、どうすればいいの。エスタロッサがマイルだったなんて、どうすれば彼を、彼の心を救うことができるの。ごめんなさい、テリエリ。あなたの大切な人を奪ったマイルを救いたいだなんて。いや、救おうぜ、あいつを。お前がかつて私らを救ってくれたようにな。キング、もういい。俺一人が死ねばそれで済む。俺はもう二度と大切なものを失いたくないんだ。まったく。けっ。大切な誰かを失う悲しみを知ってるなら簡単に死ぬなんて言うなよ。いいね、ゴーセル。ごめん。なかなか楽しめる。次は二人で来なさい。いや、四人だ。ん？やあ、サリエル、タルミエル。マエル、またあなたに会えて嬉しいわ。元気そうだねと素直に喜べないのが悲しいよ。なぜ私に敵意を持つ。なぜ私から全てを奪った大罪人をかばう。不浄の魔人族を根絶させることが四大天使の使命では。あなたの気持ちはわかります。でも冷静になって、失った時間はゆっくり取り戻せばいいじゃない。私の気持ちがわかる。取り戻せばいい。わかるはずがない。できるはずがない。今の君は正気じゃない。取り込んだ海軍を今すぐ手放せ。
海軍を宿す限り決して太陽の恩寵は戻らないのよ。残念でなりません。海軍は恩寵を失った私に唯一残された希望、この希望すらも奪うつもりなら代わりに与えましょう絶望を。マイルを救う。確かにマイルはモンスピートを殺した。でもそれは相手がたまたまあいつだっただけの話。本当なら3000年前に私とモンスピートは死んでいた。それをお前とメリオダスが救ってくれたんだ。私らは疑いを抱くこともなく女神族や多種族と戦い殺してきた。それが当然なんだと信じてな。お前たちに命を救われた後も戦いをやめようとはしなかった。お前の元に走ったメリオダスをバカだとあざけった。バカは私だ。なんでもっと早くに気づけなかったのかな。モンスピートが私をどう思っていたかはわからない。大切なのは私がモンスピートをどう思うかだ。そうお前に言われて考えたんだ。あいつはずっと私の大切な相棒で片割れだった。私はただあいつに生きていてほしかった。こんな無意味な喧嘩は終わらせなきゃなんねえ。まずはマエルを止めてやることがその一歩だろ。デリエリ、でも私の力では海軍を取り除くことはできない。考えがある。お前はそこで休んでろ。ナージャ、俺はどうしたらいい。仲間が傷つくのを見ていられない。でもマイルを傷つけることも俺にはできない。ゴーセル、デリエリ、今すぐ私の考えを読み取ってマイル以外に伝達しろ。え、早く。隙あり。そうはさせない。苛立たしい小映えです。まずは妖精王がマエルをかく乱、意識がそれた瞬間奴の両側をサリエルとタルミエルが全力で抑えろ。正直実戒の作戦に乗るなんてしゃくだけど。何だってやるわ。マエルを助けるためだろ。私はマエルが瀕死になるまで攻撃を叩き込む。コンボスター。ゴーセルはその隙に海軍の回収方法を読み取れ。まだか。もう少し耐えて、マエル、あなたを救うためなの。どこだ、どこにある。タルミエルなで、どこだ。私ばかり、こんな仕打ちを。まだか。助けて。オズン・メイヘン・カ・イシュマ・ノ・ジメウ。分かった。ありがとう、我が同胞。受け取るがいい、死の天使からの慈悲を。オズン・メイヘン・カ・イシュマ・ノ・ジメウ。イシメヨマ、シガイ、エニワ、コタ、四つ目の海軍を取り込む気か。マエル、それ以上海軍を取り込めばもう君は君でいられなくなる。お願いマエル、やめて。ガラカチはナトレ。確かマイルを止めんのに失敗して。そっか、私は死んだんだ。にしちゃどうも見覚えのある景色だ。まるで魔界とウリ二つ。
メリオダスが女神族の領袖たちと共に魔界を脱出したとの噂は本当らしいよ。嘘だろ、なんで。だが彼はあくまで実界の統率者だ。どうしたものか。ちょっと待て、メリオダスが統率者だったのはもうずっと前のことだ。舐めやがって、統率者だろうが裏切りは裏切りだ、絶対許さねえ。奴を捕まえんぞ。私だ。じゃあここは3000年前の魔界。なあデリエリ、私たちもメリオダスの真似事をしてみようか。は？意味のわかんねえことほざいてんな。冗談冗談ではないよ。行くのか行かねえのか。ああ、もう一人で行くぞ。そう怒らない、行くよ。もちろんお前を一人放ってはおけないさ。なんだ、お前はとっくに伝えてくれていたんだな。なのに私がそれに気づこうとしなかっただけ。ありがとな、モンスピート。ありがとな、エリザベス。ドルキモト、ヘカトコベ、オムノレン、キエト、デリエリ、あとは任せてゆっくり眠って。あなたの思いは決して無駄にしない。聖戦もマエルも止めてみせるから。そしてメリオダス、きっとあなたを救う。わかんねえやつだな。言えないよ、切りすぎたなんて。なんか頭スースーすんぞ。次回、七つの大罪、憤怒の審判、絶望に立ち向かえ。